衆の皆さん、ありがとうございました。日本に伝わる幽霊の曲、尺八本曲鹿の遠目、羽島市伝統芸能継承者育成の会会長宇和博士と、東海本局小味噌尺八部会会長近藤雄大が奏でます。尺八の歴史をかいつまんでお話しいたしますと、中国の唐を起源とし、奈良時代に日本に伝来いたしました。尺八は唐初期の正元年間627年649年に唐の僧侶、盧塞600年665年が考案いたしました。日本には雅楽楽器として7世紀末から8世紀初めに伝来いたしました。現在も東大寺の正倉院には六甲山節の尺八が8巻収められています。尺八は一休さんも推奏し、関ヶ原合戦後小武装によって全国に広がりました。鹿の遠目は金婚流尺八本曲の中でも一人向きが決まりの本曲の中で、唯一二人で吹き合う主力の曲です。晩秋の頃、奥山深くで鳴くお鹿の声、谷にこだまし風に揺れて伝わる遠音が、新刊とした秋の情景に物悲しく響きます。その鳴き声に応えるメジカの声、次第に切迫する鳴き声の掛け合い、尺八独特の技法が魅力の曲です。羽島市日本伝統芸能継承者育成の会会長の宇和博士と、東海本局小武装尺八部会会長の近藤雄大による鹿の遠目、お聴きください。